石川岩吉2月22日昭和35年6月6日6月6日は日本の教育者国学院大学名誉学長1875年広島県広島市出身1886年に一家で東京の霞が関に移住翌年平川小学校諸島一級に入るが1887年本郷区への一家転居に伴い 本郷小学校に転入し卒業。1888年に東京婦人城中学に入学。後国学院大学本科に入学し、1895年に第3期生として国学院大学を卒業した。卒業後は3年間の兵役を経て1898年に国学院で指示した湯本武彦が社長を務める開発者に入職し、雑誌。 教育事論の記者となった。1901年には、湯本と教著で、日本倫理思考を刊行同年9月には、湯本の公認として、国学院講師となり、日本倫理を講じた。1909年に、国学院大学主事権公典高級所管事となる。1915年に美子副館に任じられ、続いて高松宮付別っ1936年には、 東宮府育館、1945年に岸により、退官して、区内省御用係。1946年国学院大学の理事長、県学長に就任。1959年に病によって、学長を退いた後は名誉学長。1960年に85歳で死去、生前の功績により、君一等随法省を追贈100日祭に際して、 国学院大学校内に教像が建設されている。著書に日本倫理仕様などがある。ありがとうございます。